お疲れ様です。今回のテーマはオンラインカジノでございます。オンラインカジノってのは私はね、認識としては基本的にはこれやらない方がいいんじゃないかなと思いますね。実際法的にどうなのかっていうと非常に解釈が難しくって、一言で言うとケースバイケースだそうなんですよ。で、今までね、はっきりとしたこのオンラインカジノをやって逮捕されたりとか書類送検されたりとかっていうニュースはあるんですけども、その後どんな罪になったかっていうのはね、ほとんど語られることがありません。だいたい日本国内でオンラインカジノをされてる方っていうのはアカウントだけ数えると300万人ほどいるって言われてるんですよね。だから 3% ぐらいの人がオンラインカジノをされています。で、オンラインカジノの中には実際に賭博といってね、お金をかけてる人もいるんですね。でもオンラインカジノっていうゲームであり、バーチャルマネーをかけたりとかね、お金のやり取りをしているように見せて実際に入金も出金もできないっていうパターンもあります。ですので、無数にあるそのカジノとかね、ゲームのサイトの中でロールプレイングゲームに見えても実際のリアルマネーを課金したりとかね、その結果毎月何百万も使ってしまったっていう例もありますし、その中毒性が高いんですよ。いわゆるインターネットでやるゲームっていうのはね、手軽な麻雀ゲームもそうですし、なんかその美少女とのね、恋愛ゲームっていうのもありますよね。まあそういったゲームのほとんどは中毒にさせないと、要するにリピートさせないと運営が成り立っていかないので、もうとにかくね、スマホを通じて呼びかけてくるわけですよ。で、そこに独特の世界観を作ってきます。で、私思うんですけども、今ね、このリアルな世の中で自分が主人公になれる場所って極端に少なくなってると思うんですよね。もちろんそれは本人の力量によるものもありますけども、まあけどね、何かに熱中したりとか、仕事を一生懸命頑張ったりとか、奥さんが大好きだったりとかね、恋愛をしていたりとか、漫画を描くのが好きみたいなね、何かにハマってる人って少なくともインターネットの向こうのバーチャルな空間にはまることってあんまりないんですよね。で、別にリアルとインターネットを色分けするつもりはないんですけども、人が我を忘れて何かに夢中になること自体って私はね、すごくいいことだと思います。ただ夢中になった結果、人生と生活のバランスを壊してしまったら元も子もないかなと思うんですよ。まあけど人によってはね、格闘技に熱を入れてそこで体を壊してしまってね、でも後悔ないよって言ってる人もいますし、かと思ったら格闘技は趣味程度にしといて一生懸命ね、いわゆるモデルとされる仕事をして週末は家族と過ごすみたいなのに、魂を割いてる方もいらっしゃいますし、まあライフスタイルはそれぞれなんですよね。まあけど、そのオンラインカジノってことに話を戻すと、そのオンラインカジノばっかりがね、中毒性があって常習性があってね、要するにカジノ漬けになっちゃうよみたいなことを言われてますけども、でも私片っぽで思うのは、そのポーカーとかね、ブラックジャックとか、それから麻雀もそうですし、そのカジノのプロっていうのもいるんですよ。じゃあそういう人が生活壊れてるかって言ったら、そんなこと全くなくって、だから結局はその本人の責任なのかなと思うんですけどもね。で、ごちゃごちゃ話しましたけども、今回ここでお話したい話題はそんな難しいことではなくてね、実はね、登録ボーナスだけをもらおうとかね、入金不要ですよと、とにかくオンラインカジノって最初にアカウント作った時点で何らかのボーナスがもらえるんですよ。そのボーナスだけをもらってドローンしちゃいましょうっていうね、企画なんですよね。で、調べてみたら同じような企画をまとめたサイトがあったんで、ちょっと紹介したいなっていうところでございます。カジノ自体をするんじゃなくって、カジノのサイトにアカウントを作ることによってお金をもらってそのままドローンしましょうっていう話です。はい。オンラインカジノでもらえるボーナスの種類を知りたい、入金不要の当落ボーナスをもらえるカジノを知りたいね。だから自己アフィリエイトだけしてもうそこで終わりみたいな感じですよね。で、ここは入会ボーナス3500円もらえますよってことですよね。で、総額10万円のウェルカムボーナスもあるんで、最大で10万3500円もらってドローンすることができるってことです。で、ここもなんかボーナスついてますね。無料登録33ドルですね、5000円ぐらいもらえるってことです。もうこれだけで10万前後がもらえるってことが分かりますよね。
あとはアカウントを作るかどうかっていう個人の問題です。で、あとはまあカジノに興味がない人はね、ただボーナスだけもらって、スタコラさっさでいいと思います。ここにすごくいいのがありますね。登録ボーナスがもらえる&入金ボーナスがもらえるお得なカジノ一覧です。ここは入金ボーナスですかね、50ドルか、50ドルもらえるんで7、8000円もらえるってことですよ。 BBET 有名ですよね。 BBET ね、朝倉みぐるさんのブレイキングダウンもここと関わってるというふうに聞きましたけども、そうなんですかね。あ、ライジンとか M1 グループにもベットできる。へー。次、ベラジョンカジノで、ここは5000円ぐらいですか。3500円の入金不要ボーナス、だからこれとこれだけでもう1万円近いですね。で、ここでも3500円もらえると、ここでも5000円ぐらいもらえて、ここでもお金がもらえる、お金がもらえる、続いてますね。だからこの新規登録でもらえるボーナスだけをもらっておさらばすればいいんじゃないかなと思いますよね。だからカジノ自体は利用しなくていいんで、そうなると別に法律とかなんとか気にしなくていいでしょ。でも実際賭博罪ってのは、その賭博をね、会長取りって言って、そういう場所を会長した人を、要するに運営を取り締まる法律だそうなんで、ユーザーに対してのものじゃないらしいんですよね。この辺はあの例のね、堀江貴文さんもなんか言われてましたけどもね。はい、じゃあ今回は以上です。